人の体には未知の力が秘められている。鍛えれば鍛えるほどそれは無限の力を発揮する。光戦隊マスクマン。地底王ゼーバはついに闇の地底城を作り出した。その闇の力はグレートファイブをも弾き返し、太陽を遮るとたちまち地上を冷たく暗い闇の世界に変えてしまった。この闇の地底城に打ち勝つにはオーラパワーを引き出すしかないと思ったマスクマンは、さらに厳しい科学トレーニングに必死に挑んでいた。レーザーアタック。はいはい。おっと、Thermography over. Okay. They're off. They're unifying. Fantastic. Joker, level 5 に達しました。よし。第5段階に入る。未知への第一歩。メディテーション。What's happening? なぜ炊けるだけ？サイコブレインウェーブが乱れています。雑念だ。炊ける、助けて！見よう。地底貴族の名門。伊賀向けの一族とあろう者が恥ずかしい姿を晒しおって、おかげでこの俺は裏切り者の兄と後ろ指さされ、どれだけ悔しい思いをしていることか。分かるまい。お前にはこの気持ち、この悔しさ覚えておけ。やる姫、お前が愛した男、口にするも汚らわしいあのレッドマスクは俺が叩き切ってやる。やめ、勝手な真似をしよって。ゼーバ様、あのような振る舞い許してよいのですか。不肖アナグマスメが思うに、イガムにとっては没落したイガム家を再興するのが最大の願い。そのためなら何でもする男、この際やらせてみましょう。地上に闇の地底城が出現した今、マスクマンなど敵ではありませぬ。地底司令バラバ様が出向くほどのことはありませぬよ。雑念を捨てろ。心を無にして精神を集中するんだ。一人でもオーラパワーが発揮できなければマスクマンとしての力はゼロと同じなんだ。このままではチューブには勝てんぞ。臭いぜ。できるまで何度でもやればいいじゃないか。そうだよね、みんな。うん、もう一度挑戦、頑張りましょう。
ける、助けて。ミオ！タケル、行こう。ミオさんを助けなくちゃ。タケル、助けて。この音波いかん。分析してくれ。Yes, sir.天忍び風味声打つしの術タケル助けて。ヒガム、今日こそ刀の錆にしてやる。何？様がダークホロンを発してお作りになったこの闇の地底城の下ではお前たちの力など通用しないのだ。だと？もう逃げられんぞ。それは忘れろ。今は忘れるんだ。雑念があるからオーラパワーが出ないんだ。お前一人じゃないんだぞ。タケル、姿長官、大変です。チューブが。 We've been attacked。 何？ Hurry up! Check the monitor!出てこいマスクマン、間もなくば町という町を破壊して回るぞ。ジョーカー、 What is it? They're destroying everything! タケル、行こう。よし、
特訓だ。え？これこそ若者たちが自ら己に課したトレーニングなんだ。自ら危険な状況に身をさらして絶対絶命の中から未知の力を引き出そうとしてる。みんな手をつなぐんだ。分かった。メディテーション。Thank you.
なんて夢みたいです。すごいんだね俺たちって不思議だよな人間の体ってとっても素敵長官のおかげです。長官やればできるんですね。そうだ無限の可能性を秘めてる。その可能性を信じて鍛えれば鍛えるほど人間の体は想像を絶する未知の力を引き出すことができるんだ。こういうものはここにしまっておくもんだ。それはミオのことは胸の奥底に秘めて戦えということだとタケルは思った。ついに発揮したオーラパワー、人の体の素晴らしさに心打たれた若者は己の体を信じて戦い抜くことを誓った。